はい、トラポンです。今回の動画は7月18日、おすすめ厳選寺馬のご紹介と20賞本命発表動画です。はい、まずはですね、おすすめ厳選寺馬の方からいきたいと思います。1つ目はですね、函館にレース3歳未勝利戦ダート 1700m、こちらのレースから取り上げていきたいと思います。はい、おすすめ厳選寺馬1投目は8枠14番のアトラスエースです。アトラスエース。はい。 まあね、金2層ね、1700メートル戦札幌で2回使ってね、まあ、14番人気、8番人気と全く人気がないながらもですね、まあ4着4着と、これはもうね、フロックでも何でもなく、あの、安定した力を出せるという状況ですよね。で、今回ね、えー、メンバーレベルがね、だいぶ下がってきましたから、ここはチャンスだと思いますね。 しかしながらメンバーレベルが下がったんですけども人気はそれほどね上がってきてないということで生まれそうな形合成オーツも9.6倍つきますからこのオーツだったらこのメンバー構成ならばもう絶対狙っていきたいというふうに私は思っています外枠もいいですねきあの砂をかぶらず気分よくいけるこの外枠もいいと思います本当ならばねあのー、4着4着で またそういう着順じゃないかと思いがちなんですけどもメンバーレベルがとにかく今回下がってますからここはチャンスだと思いますねはいということでおすすめ源泉寺馬1投目は函館2レース3歳未勝利戦ダーと1700メートル8枠14番のアトラスエースこちらでいきたいと思いますはい続きましてが小倉の3レースですね はい、小倉の3レースダート 1000m の3歳未勝利戦はい、おすすめ厳選軸馬は8枠13番のレーブ・リアンですねはい、まあ、2走を使ってね、先行しながらもまあ5着6着とまあ、あと一歩という感じなんですけどもただね、天皇1波論はメンバー最速の11秒9とで、前半3波論の点 天のね、サンハノのタイムを34秒4とあのメンバー中4位ですから、まあ、気分よく外枠から、ね、先行争いできればですね十分あのなだれ込みが期待できるかなとその割には、ね、人気が全くないんですよね37.2倍と生まれん草流し合成オッズが10.6倍ですからここまで人気がなくて先行ねできる可能性のある外枠でさらに まあ、2走の内容を見てるとね、点のタイムもいいですから、こんだけ先行できるね、馬がこんだけ人気がないというのは非常にねあ美味しいと思いますね。スタート次第、まあ、スタートね決めて先行できないと厳しいとは思うんですけども,もうスタート次第でね、十分馬券圏,圏内に食い込めるチャンスというふうに思っております。これががね人気が まあ10倍前後だったらば取り上げなかったんですけどもここまで人気がないならばね狙っていきたいかなというふうに思っておりますはいということでねおすすめ厳選2投目は小倉3レース3歳未勝利戦ダート1000メートル8枠13番のレーブリアンでいきたいと思いますはい続きましてが小倉の4レースですね小倉の4レースダート1700メートル3歳未勝利戦 はい、おすすめ厳選軸馬は4枠7番のスペシャルサンデーですね。まあ、前奏はね、ちょっと展開が厳しかったかなということでね、あのー、今回はメンバー中の、うん、センサーノンのタイムも34秒1と圧倒的に1位ですので、今回こそマイペースでね、逃げれればですね、十分残り目はあるというふうに思っております。 もちろん、ね、強力な相手としては二枠四番のヨロシオスなどまあ三番目のエイシンいる派ですけども、まあ、なんとか、ね、スタート決めて、ね、この二頭よりも前で競馬して、ね、なんとか粘り込みを期待したいというふうに思っておりますマレーシア合成オッつも現在七点二倍ですからここまでつけばね十分期待値はあるというふうな判断です。 はい。ということで、おすすめ厳選軸馬3頭目は小倉4レース3歳未勝利センターと1700メートル4枠7番のスペシャルサンデーこちらでいきたいと思います。はい。ということで以上ね、おすすめ厳選軸馬3頭はこんな感じになりました。はい。続きましてが、えっ、ー、と、20勝の本命発表ということで、まずは函館記念の方からいきたいと思います。まあ、例年ね、函館記念は難解なレースですよね。 はい、人気通りになかなか収まらないということでねまあやっぱり夏のね競馬というのはやっぱり金層の調子そしてやっぱり函館のね特殊なねあの養子場のね馬場コンディションに対応できるかとまああとはやっぱり小回り適正ですよね。 まあそういったところをまあ加味して、ねえー、考えると、ですねあとはもちろん人気の大ツの兼ね合いですよね。そう考えたときに、私の本命は5枠9番の里のエルドールにしました。まあ、里のエルドールね、非常に中山の構想実績が目立ちますし、えー、そして前奏の、ね、函館もね、あのー、しっかりと勝ってきたと。 で前走は1008で今回 2000m ですけども、まあ、2000m の実績も申し分ありませんからこれでね前走勝ってきた勢いで、えー、ここを使えるというのも非常にいいですしそ,れその割にはね、あのー、9番人気現在ね人気もないと、まあ、もちろん安城がねルメールジョッキーからまあ亀田ハート騎手になるという、まあ、そういったところとかねいろいろ まあもちろんね、ハンデとかねあー、もちろんあるとは思うんですけども、それにしてもね、人気は全く、ここまで落ちるというのはちょっとね、あのーあのー、人気が落ちすぎかなと、前走2番人気でね、勝ってきたにもかかわらず、負けた馬の方がね、今回人気になってますから、まあそういう。 おかしなね、現象が起きている時ときっていうのはね、素直に着順のいい人気薄から買っていった方がね、結果的には私はいいと思います。特に夏競馬のね、場合のはね、あの、勢いがそのままあ継続しやすいですからね。はい、ということでね、里のエルドールでいきたいと思います。はい、続きましてはですね、えー、中京記念ですね、小倉で行われる中京記念ということで、こちらはね、 多少、うん、頭数がね、手頃になって12頭立てということで、オッズもかなりね、割れちゃってるんですよね。ですので、うー、んま、人気薄の馬はね、ちょっと厳しすぎるかなと。で、逆に、あの、人気サイドの方の馬の中では、かなり接戦だとは思うんですが、オッズがもう本当ね、一番人気でも4.9倍ですか、現在。 えー、ですので、もう、10倍以下の間が、1、2、3、4、5、6頭もいるんでね、なかなか、まあ、配当妙味というのは、まあ、難しい感じなんですけども、まあ、ただ、ガチガチのね、本命のオッズではないとは思うんでね、まあ、こういったオッツを、焦、う、点、んうん、点数絞って取れれば、まあまあ、美味しいかなとは思うんですけども、まあ、こちらもね、小倉適正と、 まあ、最近の流れですよね。そういったのを重視しまして、私は本命はですね、7枠9番のボッケリーニにしました。はい、まあ、ボッケリーニね、成績見てもらえば分かるんですけども、小倉の1800メートル戦ですね、まあ、パーフェクト連帯ですよね。2戦目の小倉未勝利戦で1着。で、小倉日経オープン、小倉日経オープンですね、5走前の。こちらが2着と。 で前々走、小倉大笑点も2着ということでね、小倉戦八のもうパフォーマンスは完璧ですし、なんといってもね、大崩れしないうーんことがこの馬の凄さというかね、初戦の6着以外すべて掲示板ということで、今回もね、この舞台だったらまあ大崩れはないかなと、で前走2000メートルから短縮で出れるのも非常にいいですね。 はい、このまま 2000m も勝ってますけどもやっぱり 1800m の方がねこのままの力を発揮しやすいと思いますので、まあ、距離短縮というのは非常にローテーション的にも、ね、いいと思いますね 2000m で先行した後この1008ということもね、あのー、非常にローテーション的にもいいと思いますはいということでね、まあ、2番人気5.0倍ですけども、まあ、小倉のこの実績とね このローテーションの流れからいくと、まあ、ここは、まあ、しょうがないかなという感じですね。はい。ということで、本命は、ボッケリーニーということになります。はい。ということで、今回の動画はですね、7月18日、おすすめ厳選軸馬のご紹介と、函館記念、そして小倉で行われるトヨタ賞、中京記念の本命発表動画でした。以上です。